今日なんですけれども、手裏剣を2本同時に打つ、同時に投げる、こういったことに対するコメントをいただきましたので、せっかくですので、手裏剣2本同時打ち、これをやって遊んでいこうかなと思います。まあ、それで私なりのポイントなどもちょっと話をしながら練習させていただきます。まず2本同時に打つ時の持ち方なんですけれども、まあ、私は1本の時はこう持つとして、2本の時も同じように持ちます。先に言ってしまうと、私は3本までは同じように持ちます。3本以上になった時は持ち方を変えますが、3本までだったら普通の手裏剣と同じように持ちます。ただ添える指が違ってきます。2本の時にはこう、中指と人差し指を、ただこうそれぞれに当てるというよりは、例えば中指で1本、人差し指で1本支えるということはしません。普通の手裏剣と同じように持ちます。この状態で持ちます。それで打ち方なんですけれども、これね、本当はね、使ってる手裏剣にもよります。私は6ミリぐらいの太さの手裏剣を使ってます。6ミリぐらいの太さの手裏剣でしたら、さっきも言ったように2本、3本までだったら同じように持って大丈夫だと思います。もっと大きい手裏剣をもし使われてるとしたら、またちょっと変わってきますので、ただ形状としては丸であろうが四角であろうが六角であろう、八角であろうが一緒です。ただ巻物、あれをしたものだと、もしかしたら複数本持つのが難しい種類のものも中にはあります。ですので形状にもよります。一旦まずは6ミリぐらいの手裏剣の場合ですが、通常の手裏剣と同じように持ちます。打ち方ですが、通常の手裏剣よりもこの回転というか首落ち、そちらから見たときにこの切っ先が落ちる速度が2本同時の場合やや速いです。なので例えば私が今手に持っている6ミリ、太さ6ミリ、長さ15センチぐらいの手裏剣の場合、近い距離で打つときには少し手首の操作を使って刺そうとする方が多いかもしれませんが、複数本持つ場合は手首の操作は使わないでください。手首は曲げたまま、倒すために手首は使わないで、スナップは使わないでください。このまま上げた時の手首少し曲がりますよね。その手首の角度をキープしてください。そうすると刺さりやすくなります。特にこの時に指先に意識をあまり強く持ってしまうとばらけてしまう原因になります。ですので、実はこの、15センチぐらいの長さで太さが6ミリぐらいの手裏剣の場合、刺すために無意識に手首の操作を多少使います。ただし、そういった方はなぜ手首の操作を使うかというと、切っ先を的に向けるためなんですね。で、2本同時に持つ場合、切っ先が回りやすくなります。ですから、手首の操作を一度極端に使わないように意識してみてください。手首の角度をキープしたまま上げて、そのまま落とし切るようなイメージ。私はね、どうしてもこうイメージとかそういう教え方というと変ですけれども、そういった話し方がどうしても多いです。
なのでちょっと具体的な技術の参考にはならないかもしれないんですが、手首をキープする、このまま上げて下に落とし切る、これをすると例えば3本まででしたら同じように刺さります。まあそれ以上でも刺さりますけれども、3本までは太い手裏剣でなければ手首の角度をキープして落とし切る。今3本打ちました。2本、2本、3本と打ってます。ちょっと1本下に落ちてますけれども、2本、2本、3本打ちました。これ本当はね、もう少し、もし2本打つのであれば両目の感覚ぐらいにとは言いますけれども、まあ、まずは手首を使わない、これが大事なポイントの一つです。それとポイントもう一つあります。それは、まあ、何度かお話はしてるんですけれども、手裏剣って基本的には小型であるものが多い、小型で軽いものが多いんですけれども、これを2本持ったところで、多分私今30グラムぐらいの手裏剣を2本持ってます。60グラムです。でも小さくて軽いものを持っているイメージではなくて、もっと重いものを手に持ってると思ってください。例えばなんですけれども、太さ26センチ、あ、ごめんなさい、長さ26センチ、太さが9ミリの手裏剣比べるとこんなに違います。太さもね、全然違うんです。こういった手裏剣、長くて重いもの、もしくはこれより長くて重いものでもいいです。そういったものを手に持っているイメージで打鍵してみてください。大きいものを打つときには手先だけでは打てません。ですので体全体を使う、そしてやっぱり重いもの、長いものなりに体を使います。小さくて軽いものの場合これでも刺さります。でも長くて重いものの場合には今のように手先だけでは使えないので、この投げるものの重さを感じるのが手で感じるんじゃなくて、できればお腹で感じてください。つまりこれだって今手で持ち上げてます。そうでなくて、この重さをお腹だったり足だ、それぐらいこの重さを感じながら腕の筋肉だけで打つんじゃなくて、体を使って打ってください。こういう長くて重い手裏剣の場合、手だけで打つと刺さりません。手だけでヒュッと打つと刺さらない。重いなりに、なんだろう、ストロークを長く力を込めながら打つことが必要です。それと同じです。2本持ったところで軽いものは軽いんですけれども、この長くて重いものを持ったようなイメージ、できれば1本だけ手に持ってると思ってください。2本持って2本ともコントロールをしようと思うとかえって難しくなります。1本だけを持ってこれを打つようなイメージ、そうすると2本でもまるで1本のもののように飛んでいきます。今これ2本ずつ打ってます。最後は3本いきましょうか。3本打ちます。今なんとなく足の使い方、気づいた方というか、まあ分かる方はこれ分かることなんですけど、こういう素早い動きではなくて重いものを使う、そうするとどうしても力がまんべんなく入りますよね。軽いものを重く使う練習、この練習をするのに実はこの2本打ち最適です。簡単にまとめますと、手首はキープする、そして返さない、手首は返さない、
手首はキープしたまま下まで手を落としきる。そして一本だけ持っている感覚で、重く長いものを持っているイメージで体を使う。腕だけでは投げない。腕だけで投げるとおそらく難しくなると思います。一本だけを持ってるつもりで、このね、一本だけ持ってるっていうのは私が友人からもらったアドバイスなんです。手に何本持ってても一本持ってるようなつもりで、一本と同じ体の使い方で打ってみてほしいというアドバイスをもらってできるようになりました。できればその重さを感じるために腕だけじゃなくて、まあ、お腹だったり足だったり、この物の重さを感じてください。小さくて軽いものこそ重く使う。できればこの手から手裏剣がすり抜けていく感覚が分かるといいです。つまりその感覚を得るためにはもう一つ大事なことがありました。早く打たない。早く打つとその感覚も得られにくいです。なのでゆっくりでいいです。まずはゆっくり手から手裏剣がすり抜けていくのをしっかりと感じるようにして打ってみてください。そうするとほぼ同じ感覚で飛んでいきます。ちなみに今この2本が最後に打った2本なんですけれども、まあ、全く同じようにはいかなかったですけれどもね、大体揃ってます。というわけで今日は片手に2本手裏剣を持ってこれを打って遊んでみました。この2本打ちをどういうふうにやるか、質問いただいた方がもし大きい手裏剣を使っているとするとまたちょっと状況が違ってきてしまうんですね。なのでちょっとわからないところ、まあただそうですね、6、7ミリ、まあ、8ミリぐらいでも一緒かな、8ミリぐらいで長さが18センチ以下ぐらいでしたら、だいたい2本ぐらいでしたら1本と同じようには持てるかと思います。まあ、ただその人の手の大きさであったりとかにもよってまたちょっと違ってくるので、まあ、一概にこのやり方は全てじゃない。要は使う手裏剣によっても大きく違ってしまうということです、まあ、それでもある程度大きくても、まあ、気持ちの上では先ほど言ったように1本だけ持ってるつもりで打つと意外と成功する確率は高くなります。要は成功しなくてもいいんです。まあ、2本同時に飛んでくればね、どっちか当たると怖いですし、刺さらなくてもいい。ただ逆に2本一緒に打つ、刺さらなくてもいい。で、2本を同時に打つ、これがやはりもうすでに一つの練習、体の動かし方であったりとかそういった稽古になっていますので、刺さる刺さらないじゃなくてまずは2本しっかりと、要は重さを体で感じてしっかりと打つ、それがいい練習なんだと思います。いや、刺さる刺さらないはあくまで結果、そして練習ではその過程を楽しみたいなと思ってますので、そういった体の使い方を実現する分には非常にいい練習なんじゃないかなと感じてます。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か気になるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。